はい、こんにちは。今日は水戸の千波公園にやってきました。さっきもののけ姫についてお話ししたんですけど、今度は耳をすませばを語ってみたいと思います。で、耳をすませばはスタジオジブリの中で一番好きな作品なんですけど、最初に見たのが中学生ぐらいの時で、もうガーンと衝撃を受けましたね。もうやられたっていう感じ。まあ、もののけ姫はなんか世界がどうあるべきかとかね、自分の外部世界とどう向き合うべきか、まあそういう感じなんだけど、耳をすませばはまさに自分ですよね。自分の人生どうあるべきか、まあ、人生とどう向き合うかっていうのが作品の主題になってて、まあもののけ姫だったら、まあ、自然と人間、理性と感情、それから神秘主義と合理主義みたいな、そういう二項対立で語ることができますけど、耳をすませばの場合はやっぱり雫と雫のお姉ちゃん、この生き方の違いが対比されてるんですね。まあ、お姉ちゃんからするとさ、雫はさ、その料理とか洗濯とか掃除とかさ、そういう身の回りの仕事が満足にできない、ちょっとだらしのない妹なんですよね。あとその勉強も一生懸命やるわけじゃないし、朝寝坊したりとか、まあ、ちょっとこうさ、まあ、だらしないわけですよ。だからお姉ちゃんとしては自分がしっかりしなきゃって、まあ、そういう意識あるんでしょうけど、まあ、お姉ちゃんはさ大学生なんですよね。で大学に通いながら、まあ、バイトもしてるんですけど、ただその将来の夢とかあんまりないんですよ。将来の目標とかあんまりそういうのなかなか見つからなくて、まあ、大学生活を送りながらこう自分その将来の目標について、まあ、少しずつ考えていこうかみたいな、そんな感じなんですよね。なんだけど雫はその普段のさ生活こそさ結構だらしないように見えるけど、その理想の人生っていうものを思い描いた瞬間から急にハッスルしだして、まあ、物語を書いて、でおじいさんに見せに行くみたいなね。だからまあその雫は理想的な人生をまず決めて、その理想を実現するために現実的な手段として何をするべきかっていう、そういう発想で、生きていて、理想から現実なんですよ。でお姉ちゃんは現実から理想なんですね。現実的なその仕事、その足元をしっかり固めていくうちに、その日々の生活、日々の仕事の積み重ねによってだんだんと理想的なものに近づいてくるんじゃないかなっていう、そういう発想なんですよね。で自分たちは日々暮らす中で雫のような考え方もするし、お姉ちゃんのような考え方もするし、その辺はさ割と混ざってんですよね。まあ理想と現実の中で葛藤しながら日々暮らしてるじゃないですか。ただ耳をすませばの主人公は雫ですから、雫のような生き方を応援してるし、まあそこにスポットライトを当ててんですよね。まあ耳をすませばっていうタイトルはさ、その耳をすませる、その自分の心に耳をすませてんですよね。自分の本当の気持ちに耳を澄ませて、自分に正直になりましょうよみたいな、ね、自分の心、普段はちょっとね、聞き落としがちな自分の心にちゃんと耳を澄ませようじゃないかっていうさ、まあ、雫や聖児のような生き方に、まあ、スポットライトを当ててるよ。ただもちろん雫のような生き方が良くてお姉ちゃんのような生き方はダメなんだっていうわけではないんですね。これ大事なのはその自分の人生を自分で決めるってことですよ。だからさ、雫のその家族っていうのは、まあ、月島家っていうのはさ、雫とお姉ちゃんでお父さんとお母さん4人家族なんですね。その月島家ってさ、もう気持ちいいぐらいに一人一人が自立してるよね。もう家族だから助け合うことはあるけれども、ただそのなんか誰かに寄りかかっちゃうとかね、もう全部お任せしますみたいなさ、そういうんじゃなくて一人一人が自分の人生のあり方について自分でさちゃんと地に足つけて立ってる感じ、まあ、お父さんはお父さんでさ、なんか図書館で働いてるんだよね。でもさ、図書館で働いて確かに家計支えてるかもしれないけど、だからといって別に威張るわけじゃないし、なんか自分の決めた仕事を自分でやってっていう感じだよね。でお母さんはお母さんはさ大学院に通ってるんですよね。で、まあまあ、なんでさお母さんが大学院に通ってるかって言ったらさ、もうさ子育ては終わったと思ってんだよ。まあ、雫は中学生で、まあ、お姉ちゃん大学生で、まあそれはさ子供っちゃ子供だけど、
もうさ、一人前に自分の人生について自分で決めてやることができる、もう自立してる、精神的には自立してるってことをお母さんも知ってるから、もう雫とかお姉ちゃんに対して全く心配なんかしてないんですよ。だから自分のやりたいその学業、まあ、学問ですね、学問をちゃんとやろうっていう、ことで、大学院に通ってんですよね。でお姉ちゃんお姉ちゃん大学、あお姉ちゃんはさ、その家から自立し、なんかその独立してですね、一人暮らしを始めるってことを言い出すんですね。だそうやってこう経済的に自立するっていうのがお姉ちゃんの生き方だし、まあ、雫は雫でさ、その理想の人生を追い求めるみたいな感じで、一人一人さ生き方って自分で決めて、でその自立してるわけよ。家族だから助け合う時は助け合うし、仲はいいんだけど、一方で一人一人がちゃんと自立してるっていうさ、これさなかなかさ現実の、現実にはなかなかこういう家族ってさないんじゃないですかね。でやっぱりさ家族としての結束力、結束が強いと、なんかさ一人一人自立できなくなっちゃうし、一人一人が強く自立して生きようとするとなんか家族バラバラになって仲違いしちゃうみたいな感じで、結構なかなかね両立できないのが現実だと思うんですね。だけど耳を澄ませばでは、家族っていう共同体がしっかりしていて、なおかつ一人一人自立してるっていう非常にね理想的な状態っていうのをあたかも自然であるかのように描いてるんですよ。これがねある意味すごく残酷な面なんですよね。だから耳を澄ませばって非常に理想主義的な生き方っていうものを、描いてはいるんだけど、一方でさその理想的なものっていうのを極めて現実のものであるかのように描写してるんですよ。ここにね人はねガーンとねなんかうわやられたわなんちゅうこったってね非常にこうねグサグサグサっと心に刺さっちゃうんですよね。だからすごく残酷なんですよ。だから耳を澄ませばを見てさ自分の生き方をさ見つめ直したとかさ、自分の生き方をさ、なんかこうなんだろう、逆に鬱になっちゃったとかさ、そういう話も聞きますよね。だからそれはそういうことなんですよ。あとそれからさ雫にさ雫が好きになっちゃったとかそういうのもありますよね。まあ、とにかく雫が可愛いんですよ、うん、でもねいわゆるさ美少女アニメとは違うんですよね。よくさ萌えアニメとか美少女アニメってあるじゃん、可愛い女の子がたくさん出てきてキャピキャピするみたいなさ。でもねそういういわゆる美少女アニメのさキャラってさ結構さ髪の毛がさ黄色かったり赤かったりさ、なんかちょっとさ現実離れしたようなキャラクターだったりしません？そうなんだよ。つまりね、アニメではその現実ではなくてイメージを描いてるので、別に髪の毛が青くてもいいし赤くても金髪でもいいわけですよ。だってアニメは物語だし、そのイメージとかね概念、なんとなくのイメージっていうのを描いてる。あ、だからさ分かりやすく言うとさちびまる子ちゃんのブー太郎ですよね。ちびまる子ちゃんはその作者のさくらももこさんが、小学校3年生の時の思い出を、ベースにしてですね描いたものなんだけども、ブー太郎っていうさいちいちなんとかだブー、こんにちはだブー、さようならだブーみたいな感じで、ブーブー言ってるキャラが出てくるんですけども、そのブー太郎にもモデルがいるんですよね。でもモデルの男の子は別に実際にブーブー言ってたわけではないんですよ。それは作者自身がそう言ってる、別にブーブー言ってたわけじゃないと。でもなんかブーって言いそうな風情だったので、ちいまる子ちゃんの漫画の中ではブーって実際に言わせちゃったわけよ。でそれはブーっていうイメージを表現してんだよね。だから美少女アニメだって可愛い女の子を描くけれども、それは現実のものではなくてイメージされた可愛い女の子なんですよ。だ現実にはいないっていうのが明らかなんですよね。だその理想の中にそういう、美少女っていうものをさこう、描いてるわけなんですよ。でも耳を澄ませばはどうですか。雫はさどこにでもいそうなさ普通の女の子みたいな感じで描かれてるじゃないですか。その普通のどこにでもいそうな普通の女の子っぽいキャラがものすごい理想主義的な人生を思考し、そして家族は一人一人自立していて、かといって家族はちゃんとこう助け合ってもいるし、そして自分の心に、耳を澄ませてですね、自分の心に正直に生きると、そして
まあ、好きな人にね、自分の気持ちを正直に伝えることもできるとかさ、なんだこれはと、そんなさ理想的な世界なんてありえないよってさ冷静に見れば思うじゃないですか。でもそんな理想的な状況があたかも現実、そのリアルにあるような感じで描かれてる、ここがまさにさ耳を澄ませばの、極めて残酷なところですよね。それをさ自然な形で表現してしまったってところがもう耳を澄ませばすごすぎる、うん、もう耳を澄ませばを見るともういかに自分が普段の生活の中で自分の心をごまかしながら、暮らしてきたかってことがさもう突きつけられるわけですよ。もう現実なら現実でいいよ、でもちゃんと現実を見つめろと、ね、理想を思い描く、まあ、理想も理想であって現実も現実、それをさ自分たちはなんとなくごまかしてなんかなーなーにしてさしてしまってるところがあるんですね。そこをさバシッとついてくるわけよ。で、あとそれから最後のカントリーロードですよね。雫大好きだって抱きしめたその次の瞬間、雫がカントリーロードを歌い始めるわけですよ。まさにカントリーロードはさ劇中あの作品中でも使われるけど、もうまさにさまあその雫の生き方、人生ってものをさそのままさ歌い上げてるわけですよね。もう人はさ本当は強く生きていきたいものなんですよ。友達がどうとかみんながどうとかさお金がどうとかさねえ、お姉ちゃんがこう言うからどうとかそういうものにとらわれたくはないと、自分のことは自分で決めて強く生きていきたいってさ普通思う、普通ってか、まあ、まあ自然に思うと思うんですよ。だけどそういう気持ちをさなんとなくごまかしながら生きてきちゃったっていうのがやっぱり多かれ少なかれありますよね。だそういうところをこうごまかすんじゃねえぞと、自分の心に耳を澄ませてみろとっていう感じで、まあ、そういうふうに叱咤激励してくるわけですよ。だまさに耳を澄ませばは劇薬ですよね。まあそんなわけで、水戸の千波公園で耳を澄ませばを語りました。